どうも、石川です。はい、これより登録販売者試験対策講座の第4章の10回目始めていきます。こちらの講座では、厚生労働省から出されている試験作成のための手引きを使用していきますので、まだダウンロードされてない方は、下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは始めていきます。231ページ、リスク区分に応じた陳列などというところを見ていきます。はい、ここでは、薬局や、それから店舗販売業、そして配置販売業で、売られている、それぞれのお薬の、陳列方法にルールがありますので、そういった陳列方法のルールについて見ていきたいなと思います。では、854行目、今日指導医薬品はというところから見ていきます。はい、ここでは薬局や、店舗販売業で売られている、今日指導医薬品の陳列方法について見ていきますね。はい、その要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなくちゃいけないよということを言っています。はい、なので、その要指導医薬品陳列区画というところがありまして、その内部の陳列設備に、ね並べなくちゃいけませんということを言っています。ただし、次の場合は除きますよというところで、カッコ1番目、ね、鍵をかけたところ、ね、それからカッコ2番目、ね、お客さんが直接手の触れられないところに陳列している場合は、その限りではありませんよと言っていますので、ここも、うん、そうなんだなと見ておいてもらえばそれで大丈夫です。はい、そして232ページ見ていただきますと、今度は丸2番目、要指導医薬品及び一般用医薬品を混在しないように陳列しなければならないと言ってます。なので、これも要指導医薬品とか第1類、第2類、第3類とかをですね、待て待てして陳列しちゃダメですよとね、しっかりと、ここは要指導医薬品ですよ。ここは第1類薬品ですよ、ここは第2類薬品ですよというような形で陳列しなければいけませんよということを言ってますので、ここも大丈夫かなと思います。はい、ではその次、861行目見てください。なお、薬局開設者または店舗販売業者は、要指導医薬品または一般用医薬品を販売し、または、授与しない時間は、要指導医薬品または一般用医薬品を通常陳列し、または交付する場所を閉鎖しなければならないよと言っています。ね。はい。なので、これ、例えば、スーパーとかに行きますと、ね、こっちは食料品がありますよ、こっちは医薬品がありますよってなってるところに関して、医薬品をもう売らない時間帯に関しては、その場所を閉鎖してくださいね。ね。あとは、こう、なんか布とか被せてとかね、お客さんが入れない状況を整えてくださいねっていうことをここでは言っております。ね。なので、一度見たことがある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ね、そういった、売らないものに関しては、ね、そういったところを閉鎖してくださいねっていうことを言っています。うん、そうなんだなと見といてもらえばここも大丈夫です。はい、そして、869行目見ていただきますと、薬局開設者または、店舗販売業者は一般用医薬品を陳列する場合、ね次の方法により、陳列しなければならないよと言ってます。はい、じゃあ何かというと872行目、丸1番目、第一類医薬品はということを言ってますので、今度は第一類医薬品の陳列の方法を見ていきますね。第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に、陳列しなくちゃいけないよって言ってますし、括弧1番目、鍵をかけたところ、括弧2番目、お客さんが直接手の触れられないところって書いてありますので、ここも要指導医薬品と同じですよね。なので、うん、そうなんだな、同じだなって見ておいてもらえば大丈夫です。はい、それから今度は877行目、丸2番目、指定第二類医薬品はと言ってます。はい、ここ大事です。ね、何かというと、指定第二類医薬品ってちょっと、癖があるんですよね。何かというと、陳列の方法がですね、いろいろあります。まずちょっと見てください。877行目ですね。指定第二類医薬品は構造設備機規則に、規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しなければならないよって言っています。はい、この情報提供を行うための設備って何ですかというと、これちょっと前の、動画のところではね、お客さんに、ね情報提供、要は例えばね、要指導医薬品を、使うためにはね、その情報提供しなくちゃいけないというのがあったと思いますので、その情報提供を行う場所っていうのをね、店舗販売業とか薬局を作るときには、その場所を設けてなくちゃいけません。
ね。なので、ここが情報提供を行う場所ですよっていうのが決めているルールがあるので、なので、どこのドラッグストアに行っても、その情報提供場所っていうのが一応存在しているんですけど、通常のところであると、例えばレジの横とかね、に情報提供場所みたいなものが設けられたりしますので、そういったところなんだなと理解しておいていただきたいと思います。で、その情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しなくちゃいけないよって言ってます。はい。なので、情報提供を行う設備のところから、ね、7メートル以内ですね。のところに指定第二類医薬品は陳列しなくちゃいけませんよって言ってます。ね。はい。なので、ホワイトボードの方にもね、ちょっと書いてみましたけど、大丈夫でしょうかね。はい。そして、今度は、ただし次の場合は除きますよというところで、括弧1番目、鍵をかけた、陳列設備に陳列する場合、と、ね。これもなんかさっきあったような気がするな、でいいですよ。で、そしてその次、括弧2番目です。指定第二類医薬品を陳列する、陳列、設備から 1.2 メートル範囲に、ね、医薬品を購入しようとする者が侵入することができないよう、必要な措置が取られている場合って言ってます。なので、陳列設備から 1.2 メートル、ねの範囲に、お客さんが入らないようにしてくださいねっていうことを言ってます。ね、1.2 メートルなので、まあ、単純にこう手を広げたときにね、こう手、届かない。大体そのぐらいが 1.2 メートルなので、ね、その 1.2 メートルの範囲に届かないようにしてくださいねっていうことを言ってます。なので、ここ、7メートル以内という数字、1.2 メートルという数字を、しっかりと、ここは覚えておいてほしいなと思います。はい、そして、丸3番目ですね、883行目、第1類薬品、第2類薬品、第3類薬品を混在しないように陳列しなければならないよって言ってます。これもね、要指導医薬品と同じですよね。はい。それから、今度は、カッコ B、配置販売業です。ね。配置販売業も、医薬品を他のものと区別して貯蔵し、または陳列しなければならないよって言ってますので、配置販売業のね、は、箱の中にお薬を入れていきますよね。で、その箱の中も、ね、ここは第一類薬品、ここは第二類薬品、ここは第三類薬品、みたいな形で、ね、陳列してくださいねって言ってますので、その箱の中、ね、要は箱が、陳列、設備になりますので、なので、そこもしっかりと陳列してくださいねっていうことを言っています。はい、それからですね、892行目ですね。医薬品を販売する店舗と同一店舗で合わせて、食品、次のページめくっていただきますと、ね、233ページですね、医薬部外品、化粧品の販売が行われる場合には医薬品と他の、物品を区別して貯蔵または陳列することが求められていますよということを言ってます、ね、なので、単純に言ったら医薬品と、食品は分けてね、医薬品と化粧品は分けてね、医薬品と医薬部外品は分けてね、分けて陳列してねということをここでは言っております。はい、それではですね、今度は、次のところに行きます。同じページの、今度は900行目見てください。薬局または店舗における掲示というところを見ていきます。はい、ここでは、お店に、貼らなくちゃいけない掲示物っていうものがあります、ね、それが何なのかっていうのを見ていきます。はい、901行目、リスク区分に応じた情報提供または相談対応の、実効性を高めるため、薬局開発者または店舗販売業者は、当該薬局または店舗を利用するために、必要な次の情報を、ね、当該薬局または店舗の見やすい位置に、掲示板で掲示しなくちゃいけないよってことを言ってます。ね、なので、見やすいところに掲示してくださいねって言ってます。どんなことを掲示するんですかっていうのを、その下、表がありますよね。まずはこれ、また右側、左側に分かれてるんですけど、まず、左側、から先に見ていくと、左側は薬局または、店舗の、管理及び運営に、関する事項、ね。例えば、このお店は薬局ですよ、このお店は店舗販売業ですよというのを書いたりとか、あとは、そこの、解説者、要は社長さんの名前とか、あとは管理する人の名前とかね、あとは働いている薬剤師、または、あとは働いている特録販売者、そういった方たちの名前とかね、あとは取り扱うお薬の種類、ね、うちは第一類薬品、第二類薬品、第三類薬品扱ってますよとかね、
あとはね、営業時間とかね、あとは何か相談したいとき、緊急時の電話番号とか、そういったことが、書いたものを貼っとかなくちゃいけないですね。はい、それからですね、今度は、表の、右側見てください。要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項ですね。まさに今皆さんが勉強している、薬事関係法規、ね、それらのこと、ね、例えばね、第一類薬品は薬剤師じゃないと販売しちゃいけませんよというのを今ここで勉強していると思うんですけど、ね、そういったことはね、一般の、ね、方っていうのは全然知らないと思います、通常はね。だから、なんでね、第一類薬品は薬剤師じゃないと売れないんだ、みたいなこと言われても、いや、それでごめんなさいね、法律で決まってるんですよ、ほら、あそこ見てくださいね、書いてありますよ、みたいな形でね、言うこともできますので、そういったような形でね、そういったね、法律に関する内容が、ここにも、ここに書かれているようにですね、法律に関する内容も掲示しなくちゃいけないよということを言っています。そうなんだなと見といてもらえばそれで大丈夫ですよ。はい、そして、次のページ、234ページめくっていただきますと、そこにもですね、いろんなことを書いてあります。で、そして、表がですね、また区切れたところなんですけど、905行目見てもらいますと、ね、配置販売業者はというところで、先ほど薬局や、それから店舗販売業に関してはね、掲示物貼んなくちゃいけないよって言ったんですけど、配置販売業はね、掲示物貼るわけにいかないですよね。だって、各お家のところに行ってね、お薬を置いてもらわなくちゃいけないので、そのお薬を置くときにどこに掲示するんですかとね、お客さんのね、お家にペタって貼るんですかってなると困るので、ここでは配置販売業者は次の情報を記載した書面を添えて配置しなければならないよって言ってます。なので、お薬が入っている、ね、箱の中に入れといてねとね、配置販売業の、ね、置き薬の箱の中ですね、その中に、その書面入れといてねということを言ってますので、このあたりね、配置販売業も同じこと、表の中、見ていただきますと同じことを言っております。はい、ということで、本日の、動画の内容はここまでにしたいと思います。ここまで、動画いいなと思っていただいた方、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、質問等も受け付けたいと思いますし、あとは、試験情報なども配信していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。